開始4分の府中の先制ゴールのシーンです。受けた渡辺。いやこの試合2本こういったシーンがあったんですけど、両方とも相手のまた狙ってますよね。そうですね、やっぱりこの1回外にトラップすることによってわざと相手の股を開けさせる、そういった細かい技術、渡辺選手うまいですね、はい、これで渡辺は5戦連発です。そして19分には第 2PK を渡辺がきっちり決めて、この日2点目。まあ、ヒーローインタビューでも、まあ、この前に1点を取ったことによって落ち着いて蹴ることができた、落ち着いて蹴ったとしてもあそこのコースになかなか蹴れないですよね。ですね。前半府中が2点をリードして折り返しましたが、後半です。浜松がまた後半の頭から攻め立てます。まずは2分、中村のシュート、これも惜しかったですね。これ3人目の動きでブラインドになったので、コースに飛べばもしかしたら入ってたかもしれないですね。続いて3分です。前どんちが左足。前どんち選手ね、このゲーム、まあ、パワープレーの時もそうですけど2本ポスト当ててますからね。そうですよね。そういったところもちょっとしたずれなんですけど、もったいないというかね、入ってればまた結果違ったかもしれないですね。そして4分でした。相手陣内で取り返して前どんち、失礼、これは岡野の得点です。前どんちから萩原、そして岡野の得点でした。まあ、これは岡野選手のこの動き直しは素晴らしいですね。まあ、これは後ろから出てきました。はい、黒本選手対応しきれないですね。はい、8分の府中です。宮田の強烈な左足。まあ、このキックフェイントですね。キックフェイントからのシュート、いや外れはしましたけど素晴らしかったです。そして9分に浜松に同点ゴールが生まれます。ここルーレットで抜いてのシュート、こぼれ球中村。これはスーパーゴールですよね。見てもらいたいんですけど、この前どんち選手のドリブルですよね。このルーレット、この狭いところを抜けて、でそこに対して詰めてた中村選手を褒めたいですよね。はい、素晴らしいゴールが生まれて浜松一時は同点に追いつきます。そして9分です。岡野のシュート、これもね、黒本選手きつい出したのは、これ中村選手見えてたらなと思うシーンでもありますね。そうですね、そのあたり岡野もこう打ったと感じていましたね。でここもビッグチャンスでしたが松浦、しかし黒本が立ちはだかります。あ、今日も黒本選手がね立ちはだかってましたね。13分は府中です。神山のシュート、ちょっとイメージ通りには蹴れませんでした。完璧に崩したんですけどね、最後は合いませんでしたね。そして15分です。府中がこの位置からのセットプレー、源が直接蹴り込みます。もうこれ源選手ヒーローインタビューで自分の仕事をしただけみたいな表現をされてましたけど、この仕事ができる選手がやっぱり活躍しますよね。決定力ですね。18分の浜松です。田中のシュート、この1点ビハインドの後も次々とチャンスを作り続けました浜松です。 そうですよね。そしてこの後パワープレーに入って、前どんちの左足がまた右のポストに。まあ、このシーンも含めて試合終盤多くのチャンスを作りながら1点が遠かったですね。というこのゲームのハイライトシーンをご覧いただきました。フットサルフィーナーアベマ TV。